こんにちは、こんばんは、ホビドワです。フラットキングダムブレイス再開していきたいと思います。早速なんか巨像が迫ってきてるんですけど、私ってどうすればいいでしょうか。とりあえずダメージをもらったけど、まあいいや、なんとか通り抜けよう。さてさて、フラットガールド後半戦行ってみよう。あれ、これ取れない、届かない、そんな届かない、ギリギリダメ、回り始めたら通れると思ったんだ。やっぱりできたよ。あの上に行けということか。なんかパズルみたいなの来た。どうすればいいのこれ。とりあえずコインを取ろう。確か前回のラストで何かアイテム取っても、おお、バルキリーみたいな感じになったね。バルキリーっていうと戦乙女じゃなくて飛行機を思い浮かんじゃう私はダメな人だろうな。変形するあれだよ、あれあれ。いよっと、おお、あいつ投げてくるものそれぞれ形状が違う、面白い風にできているな。避けられるかどうかというとまた別の話だけど、いけるかな。あ、いけた。あれを弾き返してダメージを与えるとかだと思うんだよな。もうやらないけど。お、 HP 最大1まで回復。あれ、あそこもうちょっとダメージもらってるような場所だったんだろうか。まああるに越したことないけど、そんなにダメージもらってなかったよね。前回のボスが、おっとちょっと失礼、前回のボスがめちゃくちゃ強かったんだけど、今回どうなるんだろうね、それが気になるんだが。確かこのコウモリって丸だよね。最近敵をほとんど倒してないんだよね。受けるようになってるからちょっと行きやすいよな。受けなかったらまた難しかったんだけど。危ない。あ、ジャンプしなければ当たんないぽいな。こいつを、よし、あいつはなんとかしたかった。お、チェックポイント、ようちゃん。俺怖くなんてないよ、本当だよ、怖くなんてないさ。でもできればここからは出たいかな。うん、怖いんですね、わかります。なんだここは。ああ。さよか、足場があると思いました。本当です、本当に足場があると思いました。風が下に向かって吹いているから、この状態だとほとんどジャンプもできない。あ、でもある程度は浮くな。あのコウモリ野郎が突起してこないのが珍しいな。絶対すると思ったんだが、もう降っていない、降っていないな、下の方に吹いていないな。ならばよし、フクロウだけ気をつけよう。あれ、でもドスンっていけるの。あ、できるや。一定時間内に向こう側行ってくださいねってことか。浮くんだ主人公。おっしゃ、ダメだこれ、調整難しい、シビア。これ浮いちゃダメだ、癖でやっちゃった。あ、危ない危ない、 HP がたくさんあるって素晴らしい。ゴリ押し万歳。これ多分丸いだろ、だよな、初めてあいつを倒した気がする。そっか、いくつかジャンプしないと通れなかったところ、途中で一瞬だけ三角に変身してあいつを倒してまた丸に変身してグラインドして進めばよかったんだろうな。氷と雪の戦車士、フラットガルド山は昔は屈強な兵士たちの住む村であったことがあった。昔村であった。力を求めるあまりその戦士たちは
とある暗黒から来た者と契約を結んだ。だがその契約によって彼らは戦士たちは復讐の精霊に変身してしまい、永久に止むことのない冬の地獄に囚われてしまったのだ。彼らはもうこの世に存在しない。だが未だに空の部屋の中に彼らのうめき声が聞こえることがあるとのことだ。この前倒した奴らのことだと思うんだけど、あやべえ、下に行き過ぎた。おっと、僕は幽霊なんて信じないんだ。だからここは別に怖かったりとかしないよとのことだ。いるけどねガチなやつが来いよブラザー。かかって、いやお前はいいってこれだろうじゃん。違った、勝手に変身しまくる、やめろー。出た、これどうやった、よくわからないんだけど。待って、倒せってことじゃないのあれ。ジャンプして四角だと思うんだけど、道中にいるやつが邪魔で、だよなこれだよな、多分倒し方な。で何にも取り付くことができないの分かったけど、どうやって倒すの、わからんな。あ、時間経過ぽかったね。結局倒せないのかな、この幽霊状になってるやつらは。丸いから倒せると思ったんだけどな。ああそういうこと、困ったな。あーでもいけるや、あれ別に壁に向かってダッシュしてるだけでもカウントされるんだ距離。ちょっと待ってな、俺処理来たかっただけなんだけどな。なんかでかいの出た、でかいの来た、でかいの来た、でかいの来たよ。何それ、何それ、おったへー、丸いよねこれ、足が丸いよね。はい、これが丸か、これが四角、あでもなかった、なるほど。でも倒し方はなんとなく分かった、片足ずつね。こちらになんか足場があるっぽいんだよね。よし、いけた、コイン2つか、しけてやがんな。まあ、塵も積もればなんとやら。引っかかったぞ主人公。あこうよ、そろそろいいんじゃない、そろそろ相手も途中コインがあるところが何か所かあるっぽいな。コイン欲しいです、安西先生、コイン欲しいです、コインコインコイン、よし OK、取れなーい、微妙に取れなーい。オーマイガーオーマイガー、よし大丈夫だ、いける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 、主人公いける、大丈夫、ジャンプしなくても多分いけたって主人公。それね、で丸、特に何もやらなくても破壊される、チェックポイント。どうやらこの場所は化け物を閉じ込めてる檻の役目もあるようだ。気をつけるんだぞ。ボスじゃない？この感じは。おっと、ボスっぽいね。何が来るんだこれ。あ、風が吹いたら変身してねと。キツネ？キツネ仮面野郎とは関係ないのか。大
狼か狐でもないのか。フェンリル、雪の国の凶暴な狼。おお、怖い怖い。なるほど。触れられないか。触れただけでダメージだ。飛んでった。フェンルルっていう割には足の数は4つなんだな。四角だろ。ああ、ダメ。ガードできると思ったんだけどな。あ、ダメだ、下から通れないや。あれか、あそこにこの状態でダメージを与えればいいか。こうだな。これを3回か。なかなかハードだ。向いてるのと逆方向に行こう。向いてる方向に後々こいつダッシュするから、その時にダメージをもらわないように後ろに回り込もう。おー、危ねえ。当たるつもりではなかったんだけど、あっち行け。ああ、ダメだ、間に合わなかった。お、今だ。これもううっかりダメージ当たっちゃってんだよな俺。よし、あと1回。ただしこちらの残り HP の数がだいぶ減ってるんだよな。おーマイガッ、これどうやって避けよう。本当これは難しい。これは難しいぞ。どうやってこれ避けるの、こいつの攻撃。この突進向こうだよな、行くんだったらな。あー、やべえ、やっちゃった。まさか風が吹いてくると思ってた。ジャンプか、それで避けるな。あー、残り HP が。やーべ、終わった。多分これだよね、だと思ったよ。いけるのか、いけるのか。俺死ぬかと思った。解放されたようだな。いつも通りだったらこれでなんか能力をゲットになるんだけど、どうかな。あった、なんかフラットパーフェクト。あなたはフラットパーフェクトを覚えた。これであなたはトリプルジャンプ、スーパー踏みつぶし、そしてハイパースピードを使うことができます。あ、通常の能力が強化されたってことか。そうだね、やっぱトリプルジャンプ覚えるんだ。これが最終か。まとめて3つの能力手に入れると思わなかったや。そうだね、ハイパードスも覚えた。こういうところ確かに何個もあったけど、これで割ることができるようになったってことか。あ、ハイパースピードだったらこういうところを登れるんだね。そうだもんね、これがないと登れなかったところ結構あったもんな。来たな、キツネ野郎。また現れたか。勇気があるようだな。そう、これが最後の宝石だ。あれ、下に浮かんでない？下に入ってない？バグってる、もしかして。ということは、関係ない。これでやっと全て集まった。こいつは一体ここにどうやって入り込んでるんだろうか。ガーディアンとか機能してないのか、こいつが入るときは。おそらく主人公前に倒してるやつだとかガーディアンの役目を果たしてると思うんだけど、簡単に宝石が盗まれないように。どうなってんだろうね。大地の最も巨大な秘密。立ち止まって考えたことはあるか。これが一体いつ始まったのか。どうして私たちはこういう風なのか。
あの場所は存在しなくてはいけない。私たちの過去に記載された物語、歴史がそれを語っている。私たちは世界のすべてを探し回ってきた。山の最も高い場所も、海の最も深い場所も、だが見つけることはできなかった。いつか私たちはその場所を見つけ、すべての秘密を解き明かすことになるだろう。何のことだ。宝石をすべて集めると、やはり序盤に出てきた賢者が宝石を作ったっていうのがあったから、光から宝石、魔法の宝石を作ったっていうのがあったから、賢者が住んでる場所を探しているのかな。あの場所とかって言ってるからね。私たちはこの世界の頂上にいる。ここが終着点だ。宝石たちがここに来るように私に言ったのだ。そしてここでお前の冒険は終わりだ。言ったはずだ。もし私のことを追いかけてくるのだったら、ひどいことが待っていると、ひどい目に遭うぞと。コインがたくさんあるんだけど、くるくる回ったね。一体どういうことだ。やっぱり天空都市みたいなのがあるんだ。ラピュタはあったんだ。ごめんなさい、黙ってます。なんか飛んできてる。なんか飛んできてるぞ。天空への道。一つは森に、一つは海に、一つは火山に、そして最後の一つは山に。すべてが作動した場合、天空へとかかる橋が地上に現れるだろう。そっか、では探さなくてはいけないようだね。マップに戻りますかと出た。つまりこの先へ進むには、昔攻略をしたステージに戻って、あの3番目のステージ、これどこにもあるけど、3番目のステージを攻略しろということなんだろうな。そうだね、スイッチのマークがあるところが出ている。そうか、そうだったのか。ならばいいだろう。では次回で行ってみたいと思います。さて、そういえば釣り堀も見つけたから、このフラットランティスの序盤に先に行こうかな。そこで釣り針を渡して HP の最大値を1つ上げてもらおう。ではまた次回でお会いしましょう。ホビドアでした。やっぱり3番目のステージは行かなくてはいけないんだね。ということで、ここが中盤かな。中盤から終盤にかけてだよね。